はい、皆さんどうも、今日はね、今仕事終わっていつも通りの筋トレをします。今日は背中やります。ホームジムでね、いつも通りね、気取らないでね、いつも通りやっていく。めっちゃ雨でさ、もうビッチョビチョで、今日も雨、今日豪雨ね。じゃあプレワークから作っていきます。いつも通り2リッターの水を飲むので、今日は、はい、クラチン、シャンジがなかった。シャンジ、シャンジってわかる？津軽弁でシャンジ、スプーン的な発音だから。 BCAA、 よろしい。はい、じゃあ今日背中やっていきます。じゃあ筋トレしてくっからね。お留守番ヨロピコ？ヨロピコザウルス？はい、今からやるんですが、パンプ前です。まあ、背中だからね、映してもしゃあねえんだけどね。パンプ前です。まあこんな感じですね。よし、やっていこう。一種目は、ベント。ベントは。ここクラブじゃねえぞ。OK。 本日のメイン、120キロを10発3セット。よしよしよし、いける。ちょっと待って、またやったよ。反対つけてねえよ。今バルク期に入って大体2ヶ月ぐらいが経ったんだけど、今年のバルクアップはなかなかいい感じにやれてます。自分の中でね、高重量しっかり扱えてると、こう気持ちがね、高重量高重量と常にね目指してやっていける精神があるんで、はい、今年はね多分いい感じにやっていけるんじゃないかなと思います。弱点部位はやるしかないと。背中弱い族代表なんで、はい、背中弱いんでね、すべくは言わずトレーニングだよ。よっしゃ、それじゃあね、あと1セットだけ重量100キロに落としてやって、一食のメイブが終わる、終わる。はい、続いてラットプル。おー、持て。ラットフルはノーマル、あの通常のね、やつなんだけど、一応プレートは70キロ分になってんだけど、なんかわかんないんだけど重いんだよね。70キロ以上あるんだよ。
重さ、このホームジムのこのケーブルのメンテナンスのことだと思うんだけど、なんか引っかかってる、黒いカスみたいなのが落ちるんだよね。だからそこに擦れてるんだよね。だから重いんだよ。体感的には90キロぐらいのやつをね、上げてるイメージ、感覚。もうジムでもうラットプレーやってるから分かるんだけど、明らか70キロの重さじゃない、まあ、体感は90キロ、最高じゃんね。でこれメインセットだけど、これは3セット、ありがとうございます。思ってみたら久々のホームジムでのトレーニング動画だよね。ルーティン動画はね、ほとんど結局市内の方出るから、やっぱマシンがあるねジムに行っちゃうんだけど、でそればっか取っちゃうよね。このホームトレーニーとしてのねあれが ないよね。だからたまにはこういうね普段のトレーニング内容を見てもらいます。で今年のパルクね、ちょっと何個か変えてるところがあるんだけど、食事ね、エビちゃんをねちょっと食べるようにして、鶏肉よりエビちゃん食べやすいんで、冷凍のエビちゃんをね、むきエビを結構ごっそり食べるんだけどね、一日通して。それのせいなのかね、張りがいい、わかんないけどいい感じ、よし、3種目目です。片腕ずつ下ろしていきますね。片腕を自分は7回、反対も7回、最後に7回やったら両方で、まあ、3から4から5で、これはねマググリップでやります。本当に楕円ピンポイントで狙うためにマググリップでやっていきます。で自分家にあるのは一番ワイドの長いタイプのマググリップなんで、楕円真っ逆さまにねフューンってね効いてくるんで、はい、3種目目は、ダンベルのローイングです。こちら重量40キロ、40キロでやっていきます。みんな準備はいい？ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、引いて、はいよ、はいよ、はい、ワン、ツはい。じゃあね、本日の4種目目。このね、わかんない、名前わかんないけど、このくの字のね、グリップ使って、引いてきます。はい。これはそこまで重量は上げないで、やっていきまーす。あれ？やばい。カメラが上で、上目線になっちゃうと、誰の誕生日になっちゃうよ。やばい、もうこういうのになるとすぐネタに走っちゃうから、ちょっと気ぃつけないとね。そうだよば、アホだよって言ってたらもうアウトよ。はい、やっちゃいそう。やっちゃいそう。
今日の体重91キロ、年内には100キロいけると思います、背中のパンプ感を見ていこう。というわけで見事に入りました。トレーニングは終了です。これから栄養補給します。じゃあ皆さん今日もお疲れ様でした。はい、というわけで本日のいつもの平日のトレーニング動画ということでした。というわけで、本日の動画はこれで終了です。この動画が良かったらグッドとチャンネル登録、そしてコメントお待ちします。インスタグラムとツイッターはこちら、せーの、インスタグラムとツイッターはこの辺にあるから見てください。